村敬斗が三笘に言及レベルの差を感じている。ポジション争いについて、中村はこう本音を語った。僕が今、代表で試合に出られているのは三笘選手が怪我で来なかったりとかなので、僕が結果を出せているのは相手のレベルが高くないからで、自分的には三笘とのレベルの差を感じている。まだまだこれからだと感じています。謙虚で自分を冷静に見てる、好きだな。本当に謙虚で素晴らしいし、差は離れていてもお互いをリスペクトし合ってるってすごい。予選で三笘不在の穴を感じさせなかったのは彼の活躍のおかげ。三笘とはまた違うタイプのドリブラーで、左サイドからのシュートの精度が高く、守備も含めてチームに貢献できる。ハイレベルのスタメン争いはワクワクするね。どのポジションも一人だけじゃダメでオプションって考えたら嬉しい悲鳴だよね。左の層が厚くなってよかったね。南野にやらせたり久保にやらせたりとかで三笘いないと困ったなみたいな感じやったし、チーム的にはトリブルでチームにリズムと得点機会をもたらす三笘、オフザボールの動きでゴール前に現れ高い決定力でゴール取り切れる中村と全くプレイスタイルの異なる二人がいることは強み。個人的には三笘との併用も見てみたい。サンバックで伊藤に三笘がダブル B、久保中村がシャドウみたい。中村先発で早めに点取って、相手が疲れてきた頃に三笘で相手の右サイドをズタズタにして反撃する気を失わせるというような作戦も全然ありだと思っている。贅沢な悩みすぎる。